はいえー、では、栄養推薦入試、面接質問、出る順ランキング、えー、一通り10個お伝えすることができました。で、まとめです、で1番、志望理由について、えー、2番、高校生活について、3番、学習計画、研究計画について、4番、長所、短所について、5番、栄養入試を受けた理由について、えー、6番、 平岩講について、で七番自己 PR について、八番気に、えー、最近気になるニュース、で九番将来の目標について、でそして最後十番が最後に質問はありますかこの十個ですねでこの十個に関して、えー、もちろん一回の面接で、えー、全て聞かれるわけではありませんが、えー、かなり聞かれる確率は高い。 とといいいうに考えてよろしいかと思いますなので必ずここの10個に関しては、えー、事前に準備をしておくことが必要です。で私たちコスン教育ラボでは、えー、こういったような面接の質問に対する対策もがっちり行っておりますので是非、えー、もし、えー、不安な方いらっしゃいましたら、えー、遠慮なくご相談ください。えー、ではトムでした。